誰か下から引っ張り出すか、いいかな。高知県土佐市で撮影された救出劇。もうずっと泣いてたんで、まあ、なんとかなんかと思って。消防隊員らが助け出そうとしていたのは。身動きが取れなくなった子猫。その一部始終をカメラが捉えていました。出てけ、出てけ、出てけ、上から出てけ。上から行け。救出劇が繰り広げられたのは先月30日のこと。ここにいましたね、この中。子猫の声が聞こえてきたのは、船や岸壁を守るために設置されたゴム製の緩衝材の中でした。空洞となっている緩衝材、子猫は海に落ちた後、底の穴から中に入り込み出られなくなったとみられます。ずーっと泣いてたんで、自分らでは何ともできんような感じだったんで、まあ、消防の人呼んで。通報を受け、駆けつけた消防隊員らによって、子猫の救出作戦が始まりました。まずは、緩衝材を叩いて、底の穴におびき出す作戦。しかし、見えよ猫。見え、見え。黒って。ちょっと心配な感じで、僕らは見守ってましたけど。親猫も同じ気持ちで。親猫はもうこの辺ずっとうろちょろしてましたね、心配そうに。そこに寄ったり、あそこに行ったり、うん。難航する救出作戦。今度は、岸壁から緩衝材を引き剥がすことに。もうちょっとや。力を合わせ、なんとか隙間を作り出すと。子猫はその隙間から脱出。隊員に優しく抱えられ、地上に戻ってきました。発見からおよそ3時間、無事助け出された子猫は、親猫と元気に去っていったということです。